はい、ご覧の皆様こんにちは、ホッセルと申します。プレイステーション4のバイオハザードビレッジの実況プレイでございます。やってみましょう。前回やってたこちらの近畿の森、先へ進んだらハイゼンベルクのいるところにたどり着そうだったから、ちょっと戻って、まあ、この辺りにある場所を探索していこうなんだと思います。よろしくお願いしますね。こっちの脇道、それたところ製材所ね、探索していきたいといったところ。結構広いな。あ、攻撃オブジェクトもあるし、これはまた一文字がありそうだぞ。戦闘が、そう、戦闘苛烈だね、ハイゼンベルクパートは。今までだったら武器を持たずに戦わせるところだったりとか、敵から逃げながら謎解きをしていくところだったりとか、そういった感じのシチュエーションだったけれども、ハイゼンベルク編は戦闘に特化しそうだよね、この感じ。敵の群れとかも多いし、で、出てくる武器弾薬とかも多いし。ブッティがいる、ブッティ。あ、逃げ回るな、お前は。ケスにぶち込んでいく。獣の肉を入手していい。獣の肉の数が圧倒的に足りてない。まだ一つアイテムあったような気がするけど、ねえか。製材所の中に入りたいが、入り口いくつかあるよね。この鍵をかかってたところから入るのがベストか、それとも右の方から入るのがベストか、それと正面切っていくのがベストか。さあどうだろう、こっちから覗いていってみようか。一応ショットガン持っとこう、狭いしね。狭いところだったらショットガンを持っておいた方が、あ、ここは収集用途だけか。狭いところはショットガン持っておいた方が、急に敵が出てきたときに対応しやすいからね。じゃあ次右入ってみるか。こっち行ける？行けない。あ、向こう側からでしょうか。こっち出口だね。鍵壊したところから入れないと。あそこにある攻撃オブジェクトがどう考えても怪しい。帰り道で敵が出てくる、絶対これ。製材所探索した帰り道で、多分本来は多分ね、ここ来なくてもいいような場所だと思うんだけど。アイテムない。エイス！何？うわ！何を制裁していたというだろうか、これは。ははは。恐ろしや、恐ろしや。恐ろしやなんだけど。は？あ、中ボス強えな、あれ。でっけえやついるわ、なんか。攻撃プロジェクトがあるってことは、あれを利用しながら戦えってことか。バレないように行きたいね。バレないように行って先制攻撃してくれたい。ぜひとも。あ、こういうところとか行けないんだ。こういうところとか行きながら立ち回る要素もあるかと思ったんだけど。巨人だね。先制攻撃仕掛けたいな。マグナム使うか。マグナム頭にぶち込んで、それで戦闘開始しよう。あったんねー。さあ移動速度はいかほど、こいつの。やべ、あっぶな。デュークのところでさ、マグナムの弾相談数改造で補充すればいいから、この場使ってこう。リロードはしない。あ、くそ、頭うねうね動くせいで。頭すっげえうねうね動く。こいつ来んな。
と2回往復しながら戦えばいいんだよね、これ。避けろ。うわ、食らった。マジか。回復して。回復アイテムがない。走ってくるね、あれは。攻撃オブジェクト2個しかないのか。これきついね。マグナムリロードしちゃうか。死ね。リロードできるんだった。倒した。っしゃ。喋れねえわ。実況者失格のラグイン。めっちゃたまずかった。さあ何を落として、石灰化していく中ボスが巨人と決勝戦分。いいですね。いや今まで出てきたやつらよりほど強かったんだけどこいつ。ここも来る必要ありありのような感じがする。ここで出てくる重要アイテムを手に入れないと、もしかしたら工場に入れない説、それはあると思います。でここ鍵、これ開かない。いくつか壊さないと開かないのか。巨人から逃げながらここ開けて中に来るってこともできたんだ。ハーブ肉めっちゃある。これはありがたい。早速渡さないとね、あいつに。魚の生肉もある。めっちゃあんじゃん。いいっすね。でこれは7月8日、今日はあの太った行商人が来る日。古新聞をいくつか読んでってもらう。ミランダ様に禁じられているが、外の話題が面白い。新聞を読んで妙な発見があった。製薬会社の記事、その会社のエンブレムに見覚えがあったと。村の聖杯にあった紋章だ。洞窟の壁画にも同じものだ。放射状の傘を思わせる紋章、外の企業のエンブレム。昔この村に滞在した男がいたが、考えすぎか。ベスカーとかじゃないじゃん。村に滞在していた男っていうのが。違うかな。ニコラの女神像だって。あとティーン向け雑誌かな、ニコラ。さあここに戻ってくる。ちょっと探索不足だよね。もうちょっと覗いていこう。あ、まだ肉がある。もう重要アイテムと類なかったな。ここ来ても来なくてもいいような感じだったか。とはいえまだアイテムが残されているが、どこだろう。弾薬だと思うけどね、ここボスの戦闘フィールドだから。どこだ。あったあった、これだ。グレネードワン、いいですね。まだある。あ、ここにも。はい、全部取った。行きましょう。まあだけどこの日記みたいなのは興味深いね。あの巨人の日記でしょ。あーっと、マッティ。当たらない。残り一発、大丈夫か。生きてる。倒して。第二陣が来る前にリロードしこう。おびき寄せて攻撃オブジェクトを使うのが一番セオリーだったかもしれないけど、普通に倒しちゃったわ。おかげさまでショットガン結構使った。あそこにある攻撃オブジェクトの存在忘れてたわ。どうせ使わされる時が来るだろうと思ってるけど、使う間もなく終わっちゃった。よし、それでは何の遺恨も残すことなく工場へ行こう。製材所は結局行っても行かなくてもよかったっていうことで、まあ初見なんでね、行ったんだけど肉とかもたくさんあったしね。
これデューグに渡したらさ、そろそろステータスの最大値1項目あたりは強化できそうな気がしないでもないけど、あれどっちから進むんだっけ。あ、こっちか。敵倒したアイテム回収してなかったね。結構扉開くためのレバーを引いたときに敵が縦横無尽に出現してきたから、敵の落とした物資の取りこぼしがあった。で、工場方面へ行きましょう。ここが広くね森の砦。あ、そういえば砦で来いって言ってたな。工場はまだ少し先か。じゃあ入っていこう。イベント発生で。うわぁ広い。まずアイテム回収から入っていく。金。一応ここはマップが赤くなってるね。ありがたい。タイプライター。あ、でもデブいない。あいついねえからアイテム買えねえ。デブとか言っちゃいけないね。デューク君か。こっち？こっちだな。オートセブン入った。ん？ん？上行ったらなんかありそうだな。これ行けるか？ジャーンプできない。行けないか。そのうち行けそうな気もするけどね。何かしらのギミック動かしたら通路になるのかな、ここ。それとも移動スピードを納品する食材で上げてたらダッシュジャンプとかできるようになったりとかするのかな、これ。あ、これなんかトレーラーで見たな、ここ。奴らの巣か。ここトレーラーで見たわ。すげえたくさんの敵と戦うシチュエーションだ、これ。攻撃オブジェクトもあるし。さあ、クルー。一旦引く。あ、後ろから来やがった。顔面に当てないとひるまねえな、マジでこいつら。あ、いた。クソが。さようなり。もう一個投げよう。まだ来てるよね。動きが早い。生きてる。腰やめて。なんだお前、ターザンか。後ろから来ないことを祈って撃っていこう。来んじゃねえ。あっぶねえ。本当は立ち回るんだろうけど、立ち回りの保持もない。攻撃武器を使うことなく終わってしまう男、まだいる。当てらんねえか。俺のエイムでは、俺エイムだったわ今。ほいほい。おっと、結構湧くな。まだいるか。弾なくなりそう。敵の攻撃が止んだ時にリロードしておいて。攻撃オブジェクトのそばで戦えばよかったかな。動こう動こう。向こう行って、下にいる。うわ、来てるね。やべえかも。動かない方が良かったかもしんない。あ、これ使える。いけ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 。やばいな。回復アイテムあるか。クラフトしといて早速使う。うわ、動きがとんでもない。こいつら上行こう。逃げればいいのかな。
ざいうざいうざい。マジかこれ。どれだけいいんだよ。で、撮影にぶぜ。嘘やろ。やべえんだけど。どうしよう。どうしよう。よっしゃ。死なばもろとも。痛い。死ぬって。やばい。ダメか。あ、むずないこれ。めっちゃむずいんだけど。無限脇じゃねえよな。籠城戦？あんまり前出ずに少しずつ数減らしていった方がいいのかもしれない。これはブリに攻撃オブジェクト使おうとしたらやられる。いやけど案外だけど無限巻きのような気もするな。これやつらの巣かって言ってるよね。案外無限巻きかもな。から落ちてくる。まずはこいつを倒して後ろへ退路を作るでしょ。数減らせ。やばい。リロードしよう。来んな。ここはもう真剣に行く。喋る間すらもないほど真剣ぶり。一旦敵の攻勢が収まるまでここで耐えて動くな。それからだ。顔面に当たらなかった。すごい耐久力。よし、いけるね。無限巻きではないか。一旦構成やんだ。で、リロード済ませといて。ゆっくり前へ進もう。下へ降りて、上へ戻ってくる手段あるか？あそこに階段あるわ。あぶねえ。フルオート機能すごい役に立つ。後ろから敵に襲われないか。それ気をつけながら。後ろも警戒しながらね。ゆっくり行こう。さあ来てる。やばい。うわ、間に合わなかった。ショットガンに持ち帰るのか。落ちちゃった。マジか。回復アイテム作っとこう。クラフトして、この辺りもクラフトしておく。生きてる。マジか。距離遠すぎたか。あーきつい。マジかしか言ってない。うーわ、当たんなかった。きちいぜこれ。光線やんだ。これ一気に進んだら多分出現判定ポイントを超えたら敵が出てくるだろうから、一気に進んだら一気に敵出てくる。少しずつ進むしかないねこれは。BGM がやんでない。どこにいる？いたわ。アジに当たった時には死なないぞこいつは。ん？うわっ！近い！ちょっと一旦後ろへ行こう。多分一体倒しないよね。
つら動き早いんだよな。アイテム取って。どこだ？うめき声するけど、いた。こいつらすげえ体力だよな。ヘッドショットにうまく当てられる人だったら結構楽に戦えるだろうけど。イーサンもこれターザンできないのかな。あ、ヘッドや、ヘッドを当てることができれば結構遠くからでも決勝になるんだ。ショットガン、クラフトはここ使い時だな。しっかりリロードして、一つ前だよ。あ、ハドガンの弾、しまった。グレー、ここで籠城しよう。敵集まってくるまで待って、待って、待って、よし、爆発させていく。ここ後ろ壁に線向けているから、ここで戦えば悪くないかも。バックで巻き込んでいく。一発グレネード打っていく。で、倒れていない、倒れてないやつに関しては、残りかすなんて、残尿なんて、こいつらは。ちょっとちょっとちょっと、残尿に殴られそうになったわ。ハノガの弾欲しい。ゲットしていき。オッケーか、とりあえず。よし、滑車行こう。滑車に行く前に、物資の確認。パイプ爆弾一つも使ってないから、これ融合活用していこう。大量にこの後出てくるからね。よし、行け。これで戻れるよね。戻ることもできる。倒してきてるから静かなもんだわ。さっきは逃げながら来たから追いかけられたけど、しっかり倒しながらでは来れば問題ないね。さあ敵、あ、大物出てきたか。一旦引くか、一旦後ろ行こう。うわっ、弓打ってるやついる。倒して、やって、一発しかない。クラフトしよう。どんどんクラフトする。ショットガン、やって、こっちからも来た。ちょ、一旦引くわ。あ、いって、うわっ、マジか。え、いけないいけないいけない。今移動できなかったわ。今生きてる、マジ。移動どう。敵の動きが早すぎる、このゲーム。薬液少なくなってきたな。地雷とかも使わないと。地雷ってどれだ。これか。じゃあ動いていこう。ここに後ろから来たやつに対して有効活用しよう。あんまり使いどころないから最終的に回収できなくてもいいわ。これは後ろから来る敵をなんとか防ぐことさえできればそれでいい。ここにも置いておこう。あとはスナイパーでゆっくりと。え、おっとー射程に入って、あそこか。撃った後に出て顔面を抜いていきたいけど、走るな、邪魔。
動しよう。向こうの攻撃も当たらないはず。矢をつがいでるときに。一気に距離取って、で、こうやっていき、地雷をか。地雷をで下がろう。そしてあとはこのパイプ爆弾。鬼は外、鬼は外。どうだ、生きてる。弾ねえし。デカブツで全部だろ。あと2発しかない。ここ爆発物の使いどころだね。ここは退けたか。いやー、どう考えてもハイゼンベルクの罠だよね。おかしいでしょ、あれの敵の大群ふざけやがって。マグナムの弾、マグナムの弾とガンパウダー。マグナムって言えてないよ。難易度高かったね、あれ。ハードコアだったら苦戦しそう。あの戦闘の場所。地雷有効活用できれば、立ち回るようにしていけばね。案外そうでもないかもしれないけど。その辺は慣れだよな。アイテムの使い方、もっと慣れていかないと。脅かし要素ありそう、これ。壁破ってくるでしょ、多分。何あれ。あ、吊るされてるやつにしがみついてるんだ、猿とか。発見されそう。そのうちあいつらと戦いそうだよね。オードセーブがいて、スナイパーラグルの。これは明けに王の伝令が来て我が国の撤退をつけた国境の 要害である砦を異教徒ともに明け渡すのは口惜しい限りだ。あと少し時間をいただければ戦の姿勢も変わったもの。いや、それは建前だ。好奇心からこの地を離れた。誰この人。この地にはブラピドが戦死者と呼ぶ古代人の遺跡がいくつも残されている。採取場と巨大な死者像、紋章と刻まれた洞窟壁画、聖杯と呼ばれる石の台座。彼らはどこから来てどこに消えたのか、それを知らず去ることこそ実に、口惜しい。考古学者か何かか。よし、タイプライターがあるし時間もいいところなんで一旦終了しましょう。次回この洞窟の中をさらに進んでいく。ではご視聴ありがとうございました。